アリシア・ギブソンはアメリカ・サウスカロライナ州出身の女子テニス選手。黒人テニス選手の草分けとして、主に1950年代に活躍し、四大大会女子シングルスに通算5勝を挙げた名選手である。人種差別との厳しい戦いの中で、ギブソンは黒人女子スポーツ選手の開拓者として道を切り開いた。ギブソンは貧しい家庭に生まれ、 ニューヨークマンハッタンのスラム街、ハーレムで育った。そこで、黒人医師のロバート・ウォルター・ジョンソンと出会い、テニスを始める。ジョンソンは、黒人テニス選手の育成に尽力していた人で、後にアーサー・アッシュを援助したことでも知られる。彼の支援を受けて、ギブソンは、テニスの技量を伸ばしていった。その当時、テニスはもっぱら、白人のスポーツとみなされていた。 1950年、23歳のアリシア・ギブソンが、黒人テニス選手として、初めて全米選手権の会場に足を踏み入れたとき、観客は暴動の嵐と化したという。このとき彼女は2回戦で、第3シードのルイーズ・ブラフに1から6、6から3、7から9で競り負ける。黒人テニス選手として、地方を確立するため、ギブソンは戦いを進めていく。 1956年の全仏選手権でついに最初の壁が崩れる。ギブソンは決勝戦でアンジェラ・モーティマーを6から0、12から10で破りテニス4大大会において史上初の黒人優勝者となった。同大会ではユダヤ人選手のアンジェラ・バクストンと組んだ女子ダブルスでも優勝し単ク2冠を獲得する。同年のウィンブルドン選手権ではギブソンは シングルスはベスト8で止まったが、バクストントのダブルスで初優勝した。1957年にウィンブルドン選手権と全米選手権でもシングルス初優勝を達成。1958年にはウィンブルドン選手権と全米選手権の両大会で2連覇を果たした。後にアーサー・アッシュがギブソンと同じく人種差別との戦いの道を歩むことになる。 1958年全米選手権の後、アリシア・ギブソンはプロテニス選手に転校する。当時は女子プロテニスのための競技会もなく、プロで戦う同僚選手はほとんどいなかった。男子ではプロ選手のための大会として、全仏プロテニス選手権、全米プロテニス選手権、ウェンブリーワールドプロテニス選手権があり、頂点を極めた男子選手たちのほとんどが、 プロ選手に転校していたが、女子にはそのような試合がなかったのである。そのため、女子プロテニス選手に転校する人は、ほとんどいなかった。ギブソンは、その後、何年か女子プロゴルフツアーに参加したこともある。1968年、テニス四大大会に、プロ選手の出場を解禁する、オープン化措置が実施された時、ギブソンもいくつかの試合に出場を試みたが、 その頃には彼女はすでに40歳代を迎えていた。競技生活から引退した後、ギブソンはテニスのコーチとなり、ティーチングプロとして生計を立てた。1971年に国際テニス殿堂入り、ギブソンは存命中に、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹が黒人姉妹選手として活躍する様子を見守ることができた。いずれも、 アリシア・ギブソン以来の優勝として、1999年全米オープンでセリーナが41年ぶり、2000年ウィンブルドンでビーナスが42年ぶりに勝ち、セリーナは2002年全仏オープンから2003年全豪オープンまで4大,大大会4連勝を達成する。セリーナは全仏オープンで46年ぶりの優勝も成し遂げ、2年にまたがる連勝記録を セリーナスラムと命名した。ギブソンはセリーナスラム達成の8ヶ月後、2003年9月28日にニュージャージー州イーストオレンジで76年の生涯を閉じた。ありがとうございます。